はい、ではこちらも今回ですね、こちらメインクエスト第2部の外伝イベントですね。先月だったかな、もうすぐに復刻きましたね。こちらをやっていきましょう。私の罪は全て私の心に刻んでおこう。こちら次元式ではなくシナリオクエストを全てクリアするとこんな感じで全開放されますね。あ、で下の方にとっておきクエストもありますね。こちらチケットはいるんだな。チケットもいるみたいですね。あ、やっぱりそうですね、とっておき育成入場券ってやつですね。この不思議な宝箱、要はボックスガチャですね、から排出されるそうです。でとっておき、あ、これも20のやつですね。制裁石20、あの通常交換のところから交換できるようになってるみたいです。で、まあなんだかんだ記念で配っていたこちらですね、星5のコールチケットを消費していきましょう。こんな感じにずらって感じに並んでますね。本来これ全開放しちゃってもいいんですよね。回し放題な感じでも良かった気もしますけどね。で、この星5のコールチケット内容を確認していきましょう。今結構埋まってないところもあるんですね。なんと直近で実装されたばかりのこちらの琴音ちゃんですね。あとなんといってもプランクトン後藤ですね。こちらも入ってます。ってことは沢子さんも入ってるのかな。あ、いますね、沢子さんもいます。こちら前回手に入らなかった人はどれかしら引いてみてくださいね。こちら選択式になってます。チケットはこれ入手方法今ないのかな、まあ、本当は配っていければいいんですけどね。全員プレゼントみたいな感じで配っていけるといいんですけどね。どうなんでしょうか。では僕は前回獲得できなかったこちらですね、ひとりちゃん獲得させていただきます。指名しましょう。これもいいですね。この辺もいいですよね。では行きましょう。よ、新たな出会いを。よし、ありがとうございます。はじめましてのひとりちゃんです。後藤ひとりです。あだ名はぼっちです。名前の通りリアルぼっちです。欠点はあって必ずつけちゃうことって、そこ笑うな。あれ、受けるはずが。だいぶダウナー系だな。こういう感じのキャラボイスだったんですね。ありがとうございます。ようやく手に入りました。ではでは進化シーンもお見せしましょう。フレサポさんのやつも見たことなかったな。行きましょう。あ、これくらいなら。うお、かっこいい。なんかボイスとは反対のようなかっこよさがありますね。この感じになってます。で、こちらは初回からもう専用武器が実装されていたんですね。はい、あ、これくらいなら。よし。今回はこちらを育成していきましょうかね。まあ、周回なんかにちょうどいいですね。こちら回していきましょう。最後なんでフル編成でいきましょう、はい、私たちのステージ見ててください。私なんだか緊張してきました。ごめんなさい。実はこの猪野先輩の専用武器も最終まで上げてありますよ。いきましょう。空気読まなきゃ。ガードを攻めていきましょう。やれれば気持ちよくなりますから。猪野先輩を思って歌いました。猪野先輩に何してるんですか。こんな時に完熟魔王が邪魔じゃない。こんな時に完熟魔王が。皆さん、これこそがアイドルのパフォーマンスなんですよ。漏らしてません。少女だなんて、では後藤ちゃんの
キルですね、とっておきスキルを使っていきましょう。静まれ、私の中の承認欲求モンスター、例のあれですね。暗くて落ち着く。生きてすみません。地雷じゃないですか。てな感じでコミカルで面白いような感じのスキルになってますね。全力で歌います。よいしょ、慣れれば気持ちよくなりますから。ヘモちゃんでとどめさせちゃいましょう。てな感じでバンドとアイドルの異色なコラボでした。ヘモちゃんかわいい。こちらのとっておきの育成クエストなんかも実装されているので、皆様悔いがないように最後まで回していきましょう。育成もサボんないようにね。